ウォンテッド14が、解散してしまいまして、ただこれから私たちはウォンテッド17として活動を始めますっていう話になったら、それはそれでひっくり返りますけども、まあそうはならないでしょう。まあ優勝を目指すということでございますね。はい、というわけでございまして、タッグトーナメントが、行われるということでございます。はい、いや、ありそうとか言わないの。それじゃあ、あくまでもその優勝に、するための意気込みのためにそれ言ってるわけなのに、それを前提にやるわけにいかないですからね、それね。はい、でございますので、ここは、しっかり優勝を果たしていただきたいウォンテッドでございます。さあ、花やしき大会メインイベントでございます。タイトルマッチでございます。デイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合、チャンピオンチームコマンドボリショイレオンに、勝間奈美、中野タムがチャレンジいたします。チャレンジャーチーム入場してまいりました。勝中野組。この2人はですね、バイオレット・ウィズという、正式名がついてですね、正式なユニット、タッグチームとして活動していくということでございまして、まあそのためにやっぱこのね、タックのベルトを、取ればそれが実績になりますので、まあここは取りたいところですよね。さあ、それに対しましてこちらチャンピオンチームです。かつては JWP 認定タック、そしてこのデイリースポーツ認定タックのタック2冠王でしたが、JWP 認定タックが返上となりましたので、デイリースポーツ認定タックの1冠となっております。コマンドボリショイレオン組、こちらもですね、プレイエルというタッグチーム名が正式に決まったようでございます。プレイエルっていうのは、ボリショイさん、まあ、ピコさんですね。ピコさんの P と、レオン選手の L の間に、まあ、同じね、やはり、一緒に活動してたレイ選手ですね。今ちょっとリングを離れておりますけども、まあ、レイ選手のことも、込めて、P と L の間にレイを入れて、プレイエルという、ユニット名に、正式に決まったということでございます。さあ、デイリースポーツにてタック、もちろんこれが初挑戦となります中野タムでございます。そしてそれを引っ張る立場となります勝間奈美。第22代王者チーム、これが4度目の防衛戦となります。まずコールされましたレオン、そしてコマンドボリショイ、ピアーゼの代表ともなります。まあ、これまでは本当2冠、タックといえば2冠がね、もう本当見慣れた光景でございましたけども、まあ、これからはこちらの、タイトルのみとなります。第30代王者、第22代王者、今年の1月9日、ラゾーナ川崎で、中森花子、木村京子組から奪取しております。これが4度目の防衛戦となります。コマンドボリショイレオン組です。まあ、ベテランコンビではございますけども、とても、まあ、ベテランとは思えないと思い申しますか、若い世代と比べてもスタミナも、それからスピードも全く劣っていないという、マスクウーマンコンビでございます。ボリショイレオン組、それを攻略することができるでしょうか。さあ、開始のゴング前にチャレンジャーチームが襲いかかります。後を追うようにゴングが鳴らされました。まずは分断に成功したチャレンジャーチーム、レオンに狙いを定めます。勝間奈美と中野タムがダブルのクローズラインを狙いましたが、うまくかわされる。そして逆に分断されてしまった。中野がリング下へ、リング上はレオンと勝間奈美1対1となっております。認定書を読むおっさんとか、あの方は、ね、偉い人ですからね、デイリーさんのね。 デイリーさんの偉い人、認定書を読むおっさんの一言で片付けられてしまうという。
さあその認定書を読むおっさんはおりませんが、タイトルとして認定されております。体を入れ替えてエルボー連打する。立ち上がりから打撃を出していきます勝間奈美。重いエルボーがレオンを立ち退かせます。さあこれもうまく体を入れ替えて串刺しのラリアット。しかし追いかけた。このスピード、そのスピードで翻弄するが、ここはカウンターのレックラリアットを見せました。レックボンバーの状態となりました。勝間奈美が中野タムを呼び込みます。さあこの2人どうでしょうか、コンビネーションは。まずはダブルのタックルを見せる。お互い全く違う、これまでのキャリアを重ねてまいりました。しかしその2人が正式にコンビを結成。パープルのコスチュームで統一されております。ブレンバスターの要領から前に落として、これがフットスタンプとなりました。これが6月2日に行われた大会なんですけども、この4日後ですね、6月6日に先ほどコールされました通り、中野タム選手はこの時点でビギニング所属だったんですが、この4日後にビギニングを退団いたしました。現在はフリーランスとして活動することが発表されております。ですので、ビギニング所属として、このドリーム女子のリングに上がるのは、まあ、この日が最後ということになります。ビギニング所属としてベルトを巻くことができるでしょうか。しかしここはベテランコンビが勝間奈美を翻弄していきます。スイング DDT 合体ロボ式。徐々に流れを変えかけております。チャンピオンチームこの辺は落ち着いております。開始のゴング前から吸収いたしましたチャレンジャーチームですが、しっかりと自分たちのペースに徐々に引き込んでおります。コマンドボリューション、そしてレオン、ほぼリング中央でオクトパスホールド万字固めが決まっております。新しい団体を設立して8月から、活動していきます。その代表となりましたコマンドボリショイです。代表としてね、いろいろやらなければいけないことたくさんあると思うんですが、そんな中でもこの、肉体を維持しております。代表取締役に就任いたしましたコマンドボリショイ、ピアーハートの精神を受け継ぎますピアージェイ。さあそのボリショイと蹴りでやり合っております勝間奈美です。新団体の中でもやはり期待をかけられる選手です勝間奈美。一度はリングを離れましたが復帰いたしました。トラスキック、ここから何を狙う、釣り天井を狙うか。さあコマンドボリショイを釣り天井で持っていきます。持っていった、高田くん、おっと、しかし左足のフックが外れしまいました。この辺は持ち上げる前に、しっかりとフックしなければいけなかったですね。ちょっと慌ててしまったか。しかしすぐさま中野にタッチ、ドロップキックを連発いたします。ここは足関節いきます。アキレス腱に行くか、いやアキレス腱に行ってますね。コマンドボリショイが中野タムの動きをアキレス腱固め止めております。
この中野タムですが、昨年の7月18日にデビューしましたので、まだ1年経っておりません。今のところ11ヶ月ですかね、約11ヶ月ということでございまして、まあ、こういったグラウンドの攻防というのはまだそれほど経験を積んでないと思われます。立体的な動き、スタンドの動きは自身の持ち味を出せると思われますが、ああやってグラウンドに引きずり込まれるとなすすべがございません。形勢が逆転してしまいました。サンセットフリップ、サマーソルトドロップを炸裂させました。レオン片指固め、そしてスリッパーホールドに行きます。スタミナウーバーにかかります。さあ、これはタイトルマッチです。もちろん今のところ中野タムタイトルを巻いた、ダッシュしたことがありません。この試合に勝てばプロ入り初体感となります。中野タム、なかなか客席からタム選手に声援が飛んでおります。バックハンドチョップで追い込むレオン。さあ、体の耐久力はどれほどついてるでしょうか。うまくかわした。そこに勝間奈美が入ってきてラリアット、レオンの動きを止め分断に成功しました。チャレンジャーチーム再び連携を見せます。バイオレットウィズ、さらに、おお、90度の角度から同時にフロントキックを放ち、ダブルのブルドッキングヘッドロック、合体ブルドッキングヘッドロックを炸裂させました。そして先頭、いや、エルボーか、中野タムのエルボー。今年の3月に、新木場ファーストリングで行われたヤローズという奇怪な興行があったんですね。まあ、要は男性しか、入場できないという怪しい興行だったんですけど、そこに、一服の清涼剤として、出場しまして、中野タム選手がもうヤローズの野郎どもから見てもう、もう女神のように、もうやんややんやになってしまったと、まあ、そういったところでも魅力を振りまいておりました中野タムでございます。なので、あの日、新木場ファーストリングで中野タムを見たヤローズのうちの何人かはこの花屋敷に訪れてるかもしれません。その野郎どもの前でタイトル奪取なるでしょうか。担ぎ上げたアルゼンチンバックブリーカー、そこからバックフリップに持ってきます。しかしカウント2。さあ、そろそろタッチした方がいいかもしれません。あまり深追いすると自身のスタミナを消耗してしまいます。しかし負けん気が強いのでしょうか。中野タム、自力で勝利を取りたい、自分でスリーカウントを奪いたい、そういった意欲がうかがえます。先ほどまで攻め込まれていながら、まだタッチを勝間奈美に要求いたしません。自ら行きます。わあ、しかしキャッチしてのケブラドーラコンヒーロー、この辺は冷静です。レオン勢いに任せて攻勢に出ようとして矢先にバックブリーカーで動きを止め、さらにこれたまらず勝が入ってまいりましたが、その勝間奈美もリング下に、いや、エプロンに出されてしまいました。さあ、ここで赤コーナーはタッチ。この辺も王者チームさすがです。レオンの方が深追いいたしません。まあ、こういった技はやっぱりそれほど食らったことがないでしょうから厳しいでしょうね。うまくロープを使ってのバックブリーカーです。裏投げを狙う、これは食らってはならない。バックルボーで強引に振りほどきましたが、ハンマーパンチが追い打ちで飛んでまいります。さあ、自力で頑張らなければいけません。中野タム、かされるこのスピード、コマンドボリューションのこのスピード、そしてこの冷静沈着なこの対応力、すぐさまレオンがカットに入り、ハーフボストンクラブに行きます。逆片指固め、さあ、なんとか、うん、間に合った。レオンを振りほどいてなんとか間に合いました勝間奈美ですが、試合時間10分経過、またしても場外に出されてしまいました。
自力でこのピンチを脱することができるか。これは厳しい。アルゼンチン、コブラクラッチ式のアルゼンチン、これは厳しい。そしてさらにハーフボストンクラブです。なんとか耐えなければいけません。ロープは比較的近いがまだ手は届かない。中野ダムを真っ二つにおらんばかりに反ります反ります。そしてロープに伸ばした手もキャッチした。ガンジンがらめ状態。さあちょっと目を閉じてるぞ。大丈夫か中野。うつろなその目でボトムロープは捉えているのか。まだ届きません、まだ届きません。ならばと左手を伸ばす。まだ届かない、まだ届きません。まずい。ギブアップか、ギブアップか、ギブアップか。あーちょっと目が今白目になりましたが、動けない、どうにも動けない。しかし少しずつ、なんとか届いた。本当に1ミリずつ1ミリずつ近づいてようやく到達いたしました。しかし追い打ちの痛めた腰へのフットスタンプ、抜け目がない。この辺りは非常です。コマンドボリショイ、これから団体を自ら率いていく立場となります。こういった冷静さ、厳しさ、ファイトスタイルにも出ております。さあこうなってくるとお客様の声援が中野タムに集中いたします。相当先ほどからローンバトルが続いております。なかなかタッチする機会が訪れておりませんので、かれこれもう5分以上一人で戦っているでしょうか中野。キャリアの短い中野にとっては試練ですが、来た、得意の後ろ回し蹴り、バックスピンキック炸裂。一発でボリショを倒しましたがカウント2。さあここでタッチ、ようやくチャレンジャーチームタッチに成功。勝間奈美が出てきた。さあバイオレットウィズチームリーダーの勝間奈美が流れを変えるか。しかしここもあくまでも1対2、チャンピオンチームが2人がかりの攻撃を狙う。これを切ってうまくダブルのフェイスクラッシャー、そしてこれも両腕のラリアット、一人で二人を一網打尽。交互に顔面にキックを見舞います。勝間奈美、その名前通りこの試合勝つことができるでしょうか。邪魔を狙う、踏ん張るボリショイを抜くか、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 抜いた、抜いた、抜いた。ジャーマンスープレックス、投げっぱなし。極力ここは中野タムの回復を。さあまだやはりタッチいたしません。ここは休ませる必要があります。ここから先の終盤のことを考えれば少しでも中野タムの回復を図らなければいけません。おっとっとっと、ちょっとお珍しい、ボリショにしては珍しいバランスを崩したがすぐさまリカバリー。殴りかかってきた勝間奈美の右腕を取ってぶら下がり式の腕式十字固め。この辺ですよね、ちょっと技をしくじったとしてもすぐリカバリーできます。キャリアの短い選手、若い選手だったらあそこで慌ててしまいますが自分のペースを全く崩しません。そして痛みつけたその腕にフットスタンプを放ちました。レオン丸め込んだ。いやそしてここから十字だ、腕式十字固め、もがき苦しむ勝間奈美。さあクラッチ、切られた切られた切られた、まずい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 。一瞬タップ仕掛けましたが危なかった危なかった。上体を起こして強引に持ち上げることができるか。しかし右腕に絡みついているコマンドボリショ、おお、ここで中野が入ってきました、中野が入ってきた。なりふり構わず、いやー気持ちだけでカットに入ったようなものです。
いや思わず言ってしまいました。さあ今度は小手をかわし、おおバックブロー、覆いかぶされましたがカウント2。さあまなみまなみという声が花屋敷飛び交っております。チャレンジャーチーム王座奪取なるか。おっとオレンジブラストも狙ってる、しかしうまくかわす。おお、なんだなんだこれは、パートナーを使ってさらに619終わりや。小手これも中野タムがカットに入りました。自らがダメージが深く動けないであればせめて勝つ真奈美を助けようということでしょうか。しかしまだ劣勢の展開には変わりがありません。チャレンジャーチーム、チャンピオンチームの老下さに翻弄されております。ミサイルキック、勝つ真奈美の巨体が吹っ飛んだ。さあレオンがそろそろ勝負に出るでしょうか。これはキャプチュードバスターを狙うのか。これは食らってはならないとばかり腰を落とします。七間と顔面を蹴飛ばす。おお、ここで中野がうまく足を出した、動きを止めた、張り飛ばす。そして中野も入ってきて、チャレンジャーチームは二人がかりの攻撃。わあ、しかしスピアで二人まとめて倒しましたレオン。このスピード、終盤においてベテランがこのスピードです。マットスプラッシュ来るか、マットスプラッシュ、うん、これも中野タムが間に合った。しかしピンチには変わりがありません。チャレンジャーチーム、ここは勝真奈美がこのピンチを脱しなければいけません。先ほどローンバトルを長時間強いられましたが、中野タムが頑張りました、粘りました。おお、その中野が入ってきて体当たりするかのようなクローズライン、そして小手をかわしトラスキック。おお、レオンにもトラスキック抑えます。サンドイッチのトラスキック、バイオレットウィズによります合体攻撃、連携攻撃が数珠つなぎのように見られております。合体バックドロップ、コーナーに登ったのは中野だ。中野がダイビング戦闘、さらに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 勝真奈美が、こちらはダイビングエルボードロップ。さあフォール、間に合った、コマンドボリューションに間に合った。さあこの辺りは完全に一進一退の攻防です。ここはチャンス、チャレンジャーチームがチャンス、難攻不落のベテランコンビを打ち破ることができるか。おおと、これは自力で返した、ボリショーが入れませんでしたがレオンは自力で返した。さあ勝真奈美勝機、まさにその名のごとく勝機が巡ってまいりました。しかしここはボリショーがうまくジャーマンスープレックス、おお中野タムがラリアット。さあこの野郎と言って突進しましたがレオンがこれをかわし、スピア、スピードで翻弄するのはベテランの方、しかしうまく見ていた、よく見ていた勝真奈美。まだ勝負が決まりません。うわー、スピンキック顔面、おお勝が倒れない、おたけびを上げる。さあディスカス式のラリアット、カウント2。20分が経過しました。デイリースポーツ認定女子タック選手権試合30分一本勝負、20分が経過。低い位置へのラリアット、飛び込むように決めたがボリショイがカット。
さあ、まなみさんと名前を呼んで、二人でファイヤーマンズキャリー。しかし着地される。ああ、スピンキック。そして、ショーテー。分断されてしまいました、チャレンジャーチーム。おーっと、かなりの角度で落とされました。ダブルのフィッシャーマンバスターでしたが、急角度で落とされた勝間奈美。しかしカウント2。粘る粘る、チャレンジャーチーム粘る。来るぞ来るぞ、キャプシードバスター。なんとかディフェンス、回し蹴りもスピンキックもかわす。さあ、バックの取り合い、バックの取り合い。ここで森翔が入ってくる。あー、誤爆誤爆、翔太が誤爆。そして首固め。このチャンスにスリーカウント至らず。しかしチャンスには変わらない、チャンスに変わらない。ゲートクラッチ、そのままエビ固め。なあ、これもボリショイが間に合った。あと一歩、あと一歩です、チャレンジャーチーム。難攻不落のベテランコンビに、あと一歩。さあ、オレンジブロッサム狙う。ああ、ピコニー、オレンジブロッサム狙ったんですが、ここでピコニースマッシュ。そこからキャプチュードバスター。いった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 。しかも旋回をつけた。勝間奈美返せない。一瞬の勝機をものにしたチャンピオンチーム。デイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合はチャンピオンチーム、コマンドブリショーレオンが勝利。22分5秒、キャプチュードバスターからの片指固めでレオンが勝間奈美を抑えました。4度目の防衛に成功です。プレイエル対バイレットウィズのタイトルマッチでございましたが、まあだがしかしですね、結構このベテランコンビを追い込みましたね。どうですか皆さん、特に中野タム選手のこの踏ん張り、あれほど、中盤までローンバトルを強いられていながら、最後盛り返して勝間奈美にいい形でつないでやったんですけども、その勝間奈美が仕留められてしまいました。さあ、デイリースポーツの偉い方がちゃんと認定書読みますからね。勝利しました。レオ・コマンドブリショイ4選手で認定賞の授与です。認定賞、コマンドブリショイ、レオ殿。あなたは花屋敷にて行われたデイリースポーツにて女子タッグ選手権試合において見事勝利し、チャンピオンを応援しました。よってその栄誉をたたえ、ここに認定賞のチャンピオンを送ります。平成29年6月に使った、デイリースポーツ、ブリショイの大友部長、お願いします。チャンピオンシップに進行。チャンピオンシップのトロフィーの授与です。このデイリー認定スポーツ女子タッグのベルト、女子プロ界で最高峰のベルトに私たちが必ずするためにも、もっともっと進化していきます。
まくいかせてくれる人待ってるよ。というわけでございまして、メインイベント防衛に成功いたしましたチャンピオンチーム、コマンドボリショー、そしてレオンが最後を締めました。はい、というわけでございまして、ニコニコプロレスチャンネルとしては初の、中継となります、ドリーム女子プロレスの、花屋敷大会の模様でございます。はい、この後先ほどもウォンテッドのお二方が、触れておりましたけども、ドリーム女子プロレス7月14日同じ浅草花屋敷、花屋敷座に起きまして、ピュア J、アクトレスガールのコラボ、ドリームタッグトーナメント、ワンデータッグトーナメントですね、を開催するということでございます。そこにはですね、基本は、こちら、現在のドリーム女子ですね、ドリーム女子とアクトレスガールの、1人ずつがタッグを組む。